こんにちは、速稼塾の久保です。大阪都構想っていうのがね、2度目の住民否決をされたんですけども、なんとね、これに懲りずにまた出てきました。あの人が川勝さんですよ。川勝平太さんでしたっけね。川勝知事でございます。ご存知、静岡県の川勝知事なんですけども、なんとね、静岡都構想っていうのはねすぐに真似するんですから、もうね、ユニークですよ。ちょっとこの画面見ていただきたいんですけども、静岡型県都構想というものですけども、静岡が都になるわけないだろうと思うんですけどね。都っていうのは何ですか、ね、人口の制限があったんですね、確かね。特別区が3つあって、静岡都、何なんでしょうねこれはね。まあもちろんですけども、これ静岡県民の方の民意を反映してるとも思えないですし、どういうことなのかね、非常に理解に苦しむところがありますけども、まあなんやかんや言ってこの川勝さんっていうのが目立とうしてるのかなっていうところもありますし、まあ日本を解体しようとしてるんじゃないかなっていうふうに考える人もいるんですよね。まあ以前もね、川勝さんの動画で、ちょっと動画説明欄につけておきますけども、中国とのね、なんか黒い関係っていうのがね、どっかですっぱ抜かれてましたけども、なんていうんですかね、まあこれは川勝さんの話を離れるんですけども、今ね、どんな地方の駅に行っても駅前ってのがロータリーがあって同じような風景なんですよ。でまあね、別に特定の企業を非難するわけではないですけども、まあ、イオンがあったりとかね、なんか同じなんですよ本当にね。だから地方の良さ、地方のちょっと違いってのがだんだん失われてきて、確実的でね、どこに行っても同じような環境かなっていうふうに見えるんですよね。もちろんどこに行っても同じようなサービスとか同じような、都市が、こうね、受けれるっていうのはそれはそれでいいことかもしれませんけども、日本のその良さっていうかね、違う風景、違う感覚、違う文化、こういったものではなくって、ちょっと画一的でね、それこそ多様性を認めないような都市構造になってるのかなって思っちゃいますけどもね。どうなんですかね、最近はね、私の住んでいる広島駅前とかも、立派な都市になってきて、大きなマンションが駅前に建ったりとかね、それこそ発展を感じさせるんですけども、いわゆる昔ながらのね、横川駅みたいな、その下町みたいなものは失われていったりとか、駅裏みたいな文化もなくなってきたりとかしてね、ちょっと寂しい限りだなと思うんですよね。まあそれが言いたいだけの私の今回の動画でしたけどもね。まあ川勝さんは、私はもうちょっとね、中国の一帯一路構想を、静岡県民全員がね、支持してるみたいなことを言っちゃう人ですから、どうなっちゃったんでしょうかとは思うんですけども、まあ都構想ね、何でしょうねこれはね。まあ響きとしてはちょっとキャッチーなものがありますけども、とてもじゃないですけども大阪で無理なことが、ね、静岡でできないとは私は思うんですけどもね。まあ今回は以上にしておきましょうか。ではありがとうございました。